枠玉ゆくアナの降板後、視聴率は大幅ダウン。2桁割れが当たり前になりました。でも、それすらも話題にならないほど、注目されていないのです。と解説するのは、民放プロデューサー。NHK ニュースウォッチ9、学生です。新キャスターの山内泉アナは、入局6年目。登竜門であるおはよう日本は経験しているものの、朝5時台を1年担当しただけ、この抜擢は気の毒、との声も。先のプロデューサーは、山内アナは、まだ、発音発声やカメラへ目線を合わせるだけで精一杯です。ワクターな不在はかなりの痛手。さらに、人気の井上朝日アナは妊娠、ニュースセブン、林田理沙アナは結婚。人数の多さで次世代を育ててきた NHK ですが、人材が枯渇し始めています。詳細は、デイリー新潮で。